フェラーラ県は、イタリア共和国エミリアロマーニャ州に属する県。県とはフェラーラ、フェルダーラ県とも表記される。フェラーラ県は、エミリアロマーニャ州北東部に位置する。東西に細長い県で、東はアドリア海に面し、北はポー川を挟んで、ベネト州と接する。伝統的な地域分けでは、エミリア地方東部で、その沿海部にあたる。県とフェラーラは、 県域の中央やや西寄りに位置しており、州都ボローニャから北東へ 44km、ベネツィアから南西へ 87km、フィレンツェから北北東へ 122km、首都ローマから北北西へ 337km の距離にある。隣接する県は以下の通り、フェラーラ県は、ポーガワ下流の右岸に広がっており、ポーガーデルタ地帯の主要部を占める。 地勢は平坦であり、最高地点は海抜22メートルである。県東部のアドリア海沿岸部には、小松基岡田などの石湖がいくつもある。北のベネト州との境界は、西側3分の2が、ポウ川本流、残り3分の1が、ポウ川五大支流の一つ、ポーディゴーロ川である。県域の中央部を、ポウ川五大支流の一つ、ポーディボラーの川が、県域の中央を、 西から東に流れる。南西のボローニャ県、南のラベンナ県との境界は例の川が流れる。2001年の国勢調査に基づく居住地区別人口統計によれば人口5000人以上の都市、集落は以下の通り。最大の人口を持つのは県とフェラーラである。県西部のチェントがこれに次ぐ。フェラーラの市街は、ポーガワデルタ地帯とともにフェラーラ、 ルネサンス期の市街とポーガはデルタ地帯としてユネスコの世界遺産に登録されている。県東部のアドリア海沿岸部にはコマッキオなどの町がある。フェラーラ県には21のコムーネが属する。主要なコムーネは下表の通り。左端の数字は ISTAT コードを示す。人口は2019年1月1日現在。それ以外のコムーネ。 および面積等の詳細なデータは、全コムーネ一覧参照のこと。右の地図中の番号は、コムーネの ISTAT コードした3桁を示す。アルジェンタ・ボンデーのチェント・コディゴーロ・コマッキーをコッパーロ、フェラーラ010011012014017018、ポルトマジョーレ0 2 2零2 3 0 2 5 0 2 7 0 2 8 0 2 9 0 3 0全コムーネ一覧左端の数字は、 ISTAT コードを示す。人口は2019年1月1日現在。面積は2001年のデータで、単位は、平平方メートル。21世紀に入って、以降、以下のコムーネ島配合が行われている。おおむね北及び西を優先し、通過点もしくはその近傍の地名を示す。内訳外。フェラーラ駅君主については、フェラーラとモデナの君主一覧も、 参照のこと、ありがとうございます。